今度アンダインとお話しする時のためにこれを書いたんだ。気に入ってくれるかな。冷蔵庫の材料次第かな。どう思うサンズ？いやサンズ、ここにいる理由を忘れたのか。人間を見張っているのだ。あれなんだ。なんてことだ。あれが人間か。うわ、やった。人間、ここは通っちゃいけないぞ。偉大なパピルス様がお前を止めるんだ。なるほど、ゲームでキャプチャーをしているんだな。もう満体、ロイヤルガードにかかればたやすいぞ。もういないぞ。何？なあ、見ていろよ。俺様に降伏した方がいいんじゃないか人間。パピルス様のトラップから逃げられることはできない。お前の最高のトラップから逃れる方法を知ってたな。うるさいサンズ、俺様はもっと賢くなるぞ人間。次を楽しみにしているがいい。次をな。これ以上進めんぞ人間。今すぐ降伏しなきゃお見舞いするぞ。必殺技を。降伏しないか、それが人間の答えだな。胸に爆弾を縛ってみた。今すぐ降伏して助けを来え。だが降伏しなかったら待ったなしで大爆発するぞ。さあ観念。あら、爆発しない。俺様の本気爆弾が。よくこのパズルが解けたね。次だ。次こそは連れていくぞ人間。俺様は同じ失敗はなかなかできない。食べよう。スパゲッティを食べよう。このスパゲッティはな、サンズを誘い出すのにぴったりな罠だ。自称5つ星シェフ兼料理評論家として最高傑作と言えよ。まあオイラたち舌はないんだがな。捕まえたサンズ、捕まえたぞ。待った、本当に。ほら見ろサンズ、ここだ。さあ、俺様の料理はうまいな。今に見てろ人間。どれだけスパゲッティがかかっても。ま、これはうまいからな。